あら、どちら様かと思えば、プラナリアドラゴンのエリザベートさん。え、違う？ちぎっても増えないのですか？不思議ですね。溶岩水泳部。不思議ですね。私たち、なぜそんな名称がついているのでしょう。心当たり？いえ、全くありません。ですがもし、マスターのためであるなら、もちろん溶岩なんて、ただの水ですわね。皆さんもそう思いでしょ？マスター、マスター。今日も無事、お休みになられましたね。マスターは眠るたびに、別の世界に落ちてしまうこともあります。ならば、こうしていつでも見張っているのが、正しいサーバントのあり方というものでしょう。さあ、今夜の寝顔監視の担当を、じゃんけんで決めましょう。フランさんも参加するのですか？ライバルが、増えた。マスター、もしやあなた様は。いえ、何でもありません。あなた様がアンチン様であり、マスターでもある。それは誰にも明かせません。私とマスターの間だけの秘密。そういうことにしておきましょう。強い絆が結ばれました。これも私とマスターの愛ゆえですね。あとはそうですね。指は、結納、ウェディングドレス。それでは、見ていてくださいましね。清姫、参ります。私の邪魔をするのですか？なら、仕方ありません。焦がします。頑張りますね。燃やします。あ、悲しい。悲しい。悲しい。それではご覧ください。私の一世一代の晴れ姿。えいや。しゃー！燃えまーす。邪魔をしないで。お願い。私から逃げないで。全身火傷残骸！そんな。マスター、どうか、私を、忘れないで。ああ、そんな。さあ。戦いは終わりです。張り切って走りましょう。ああ、悲しい、悲しい、悲しい。それではご覧ください。私の
一世一代の晴れ姿。どうかご賞覧あれ。嬉しい。はい。これより逃げた大嘘つきを退治します。天身過剰三昧。はい。ねえ、嬉しい。しゃーしゃー。邪魔をしないで。走りましょう。